COVID-19 と HIV/AIDS、グローバルな懸念、予防及び管理。作成者、リー・A・セーレム、国際リスク管理科学研究所所長。全文、このビデオとそれに続くビデオでは、世界を悩ませてきた2つのパンデミックに関する情報とアドバイスを見つけることができます。COVID-19、その最初の症例は2019年12月31日に中国の武漢で最初に報告されました。今日12月1日の世界デーとして祝われる HIV/AIDS。私たちのビデオは14の言語で放送され、定期的に更新されます。今すぐご登録ください。私たちの研究は、世界保健機関や世界の専門家、政府、およびそのパートナーと緊密に協力してこれら2つのウイルスに関する科学的知識を急速に拡大する特定の国際機関の記者会見を含む、いくつかの情報源に触発されています。したがって、これらのウイルスの蔓延と病原性を監視し、集団を保護し、この COVID-19 の発生の蔓延と、進行にもかかわらず HIV/AIDS の持続を防ぐために講じるべき措置について助言を与えることが問題です。これまでに達成されました。2020年11月27日金曜日に世界保健機関で開催された COVID-19 パンデミックに関する記者会見の要約。スピーカーは世界保健機関の局長であるテドロス博士です。テドロス博士はこの講演で次のように述べています。COVID-19 は混沌とした無秩序なパンデミックです。すべての国が影響を受けていますが、同じ方法ではありません。より正確には、症例の 70% は4カ国のみに記載されています。多くの人が、パンデミックは既存のツールで封じ込め、制御できると信じています。しかし、テドロス博士は続けます。すべての国が COVID-19 の検査と診断に集中することに同意していることに注意してください。COVID-19 のパンデミックが始まって以来、世界保健機関は COVID-19 のテストと診断に注力してきました。世界保健機関は、これを行うためのツールを各国に提供しています。COVID-19 の登場以来、世界保健機関は2020年1月13日の時点で、これらの検査に関する最初の出版物を提供しています。その日以来、世界保健機関は COVID-19 に何百万もの検査、方法、診断製品を提供してきました。世界保健機関は、これらのテストを習得する能力を強化するために各国と協力してきました。
例えば、すべてのアフリカ諸国が COVID-19 をテストできるようになりました。しかし、世界保健機関は、より優れた、より多くの、使いやすく、安価で、信頼性が高く、高速なテストを必要としています。これにより、患者の向きを変え、患者を管理することが可能になります。2020年9月、世界保健機関は COVID-19 のシステムと診断製品をリリースしました。これは、世界中の多くのメーカーが COVID-19 を診断できる製品を提供しているためです。世界保健機関、世界基金、およびその他のパートナーは、患者が自己管理できるものを含め、50を超える診断製品を評価しています。これらのテストが世界保健機関によって検証及び承認されると、国の戦略に統合される可能性があります。連帯試験は、COVID-19 の効果的な治療法を見つけるのに役立つと信じられている国際的な臨床試験です。世界保健機関とそのパートナーによって設立された、これは COVID-19 の治療のための最大の対象試験の一つです。30カ国以上の500の病院に約1万2000人の患者が参加しています。連帯試験は、COVID-19 患者に対する薬物の効果を評価します。死亡、呼吸補助の必要性入院期間。この試験では、治療の選択肢を従来の治療と比較して、COVID-19 に対する相対的な有効性を判断します。いくつかの国から患者を募集するこの試験は、いずれかの薬剤が生存の可能性を高めるのか、換気の必要性や入院期間を減らすのかを判断することを目的としています。新しい材料が利用可能になると、他の薬が試験に追加される可能性があります。一般に、証拠が十分になるまで、世界保健機関は、COVID-19 の患者に、有効性が実証されていないこれらの治療法を推奨または投与したり、セルフメディケーションでこれらの薬を服用したりしないように医師や医師会に助言します。世界保健機関のガイドライン。連帯試験の暫定結果は2020年10月15日に発表されました。評価された4つの治療法、レムデシビル、ヒドロキシクロロキン、ロピナビル、リトナビル、インターフェロンは、全体的な死亡率、換気の開始、及び入院患者の入院期間。COVID-19 の効果的な治療法を引き続き模索するために、連帯試験の一環として他の治療法を評価することが計画されています。It's impossible to ignore the statistics of the devastating effects that HIV and AIDS has had on women and young girls. It's a societal problem that favors men over women. They are women who don't have the choice
to negotiate contraception, family planning condoms with their partners. When I tested HIV positive, when I was pregnant with my son, my husband left me. And for women who do not have any other form of economic income, being left leaves them with a high burden of raising the children. They end up dying because by the time they start seeking the services, then it's a little too late. We have to come to a point where society respects the dignity of a girl and adolescent. The evidence now is just so clear that if we invest in a girl's schooling, then that also has huge health benefits. That girl is less likely to get AIDS, less likely to get TB, less likely to get malaria, and it not only makes a difference for her life, it makes a difference for generations to come. What needs to happen really for women and girls specifically is access to education. And sustained and relevant information around HIV. It's ensuring equal access to healthcare, quality healthcare. I think Global Fund is the just tool to use to reach adolescents and young women in terms of HIV prevention, treatment, care and support. If we can really tap into the youth, if we can tap into those vulnerable girls, that's how we end this. If we can really look at stigma, we can end it. If we can look at discrimination, we can end AIDS. This is what this generation wants to be. They want to be the generation to end it. There has been good lessons. We need to share them with many other people in other corners of the world to end it for good. また近いうちにお会いしましょう。